特別定額給付金のね第2弾なんですけども、まあなんでねこれがね出ないのかってやっぱり麻生さんですね。麻生さんが最悪だと思います。今回ね財政金融委員会かなんかでね、麻生さんこんなこと言ってるんですよ。少子高齢化の問題っていうのは子育てがね大変だ大変だっていう国民がいるから、だからね押し入っちゃったんだとか言うわけですよ。でそうじゃねえだろうみたいな感じですけどね。要するに結婚して子育てしても負担がないような社会を作るために政治っていうのがあるわけですから、その受け皿がねめちゃくちゃになってるわけですよ。麻生さんもね今政財界長いわけですから、そろそろね自分のせいでこうなったって気づかないといけないんじゃないですかね。それこそね特別定額給付金を出し渋るとかね、まあ、結果的には出すのかもしれませんけども、出し渋ってみたりとかね、なんかわかんないですよ、財務省かなんかの言いなりになってるのかもしれないですし、もしかしたらねよその国からの、なんかね弾圧が入ってああいう風になっちゃったのかもしれませんけども、麻生さんがやってることとか言ってることもめちゃくちゃで、麻生さんさえいなければ、麻生さんさえあの地位にいなければね、もっといい国になってるわけですよ。麻生さんがいる限り、もう国民の所得とかは全然めちゃくちゃに絞られていきますし、もう課税額もね、本当でかいですし、もう本当息苦しい世の中が続くわけですよ。で、自殺率が今ついに20代、30代で増加してるわけですよね。これなんでなのかってことなんですよ。それはですね、本当に将来に夢を持てないからなんですよね。で、麻生さんがね、言うのはもう一つあって、日本の税金は高い高いって言うけども、世界的に見たら日本の税金なんてね、そんな高い方じゃないんだって言うんですよ。ここだけ見るとその通りなんですよね。でもね、結局はその吸い取った税金がどこに使われてるかってことなんですよ。日本以外の諸外国ね、いろんな国がありますけども、大半の国は税金を再分配してますから、吸い取った人にも何らかの恩恵があるようにね、バックがあるわけですよ。でも日本ってどうですか？若者たちから年功序列で税金吸い上げて、その吸い上げた税金はどこに使われるかっていうと、高齢者の医療費一本やりなんですよね。でこの辺もやっぱバランスがおかしいわけなんですよ。で、財政出動もまともにしないと。で、国債を切ると将来世代に月が残るとか言いますけども、そんな心配しなくていいわけですよ。将来世代に月が残るとか言ってね、20代、30代で命を絶ってしまえば、将来世代なんて来ないわけですから。だからね、今日明日がもう苦しい人に、いや将来のために貯金しましょうとかね、なんか妙な話だと思うんですよ。今日を生き延びて明日を希望に燃えて働いて戦っていく、そうすると将来っていうのはどん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 ね需要が膨らんでいって供給ができるようになってくるわけですよね。だから将来にも希望が持てないからどんどん死んでしまうし、将来に希望が持てないから子育てやめとこうかってなっちゃうわけですよ。だって子供生まれても豊かに幸せな世の中に、送り出してあげられないでしょ、子供が。で悲惨なことにさせちゃうわけですよ。例えば子供にね飯を食わしてあげられないとか、部活はお金がかかるから部活行くんじゃないみたいなことを言うお父さんお母さん実際いるわけですよ。なんでこうなっちゃうのかなってことなんですよ。それは吸い上げた税金を適正に将来ある人たちに分配せずに、もうそろそろ人生終わっていこうかなってする人にね票集めのためにどん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 突っ込んじゃうからなんですよ。これね誤解してほしくないのは、高齢者の存在が悪いって言ったわけじゃないんですよ。高齢者の存在が悪いってわけじゃない。高齢者になっていってしまって、でその時期にねやっぱり手厚い支援があるのは私は当然だと思うんですよ。一生懸命生き抜いてきた人たちなんでね、それはそれであってもいいんですけども、じゃあねバランスなんですよ。財源は若者から取り上げてるわけですよ。20代30代40代と取り上げ続けるわけでしょ。で20代30代40代50代60代70代になって取り上げたものをお返しする、将来世代にこう分配するっていうのはまさに自家発電というかね、自分たちが社会に対して払ってきたものが将来戻ってくるって形なんで、そういうふうな長いスパンで見ると人生っていうのは70代80代で元が取れるねっていうような、そういう制度設計なんだと思うんですけども、でもねあまりにも70代80代が老後がですね遠すぎてですね、もう今日が食えないのに70代80代のことなんて考えてられないと。自分の将来のツケとかじゃなくってもうね今日なんだと。それこそ前の世代のツケをなんでね社会に出たばかりの我々がね取らされてるんだってことになっちゃうわけですよ。で私もロスジェネ世代で今48ですよ。大学を出た直後っていうのは苦しかったです。就職氷河期でどこの面接行ってもやっぱり取られる人数って決まってますんで、100人面接に行ってもね採用が10人になったら90人は確実にあぶれるんですよ。それは努力とかなんとか切磋琢磨じゃなくて90人があぶれるっていう前提で椅子取りゲームしてたわけなんですよ。でしかもね、しかもですよ、この勝ち残った10名も今どうなってるんですかと。私が羨望の眼差しで見た青山の新入社員、春山の新入社員、新種業界、アパレル業界今どうなってますかと。羨望の眼差しで見た外食産業スカイラークチェーン今どうなってますかと。この私と同じ年齢でねローンもあるし家族もあるし成功モデル楽しい家族だぞってね、麻生さん楽しい家族だぞって作った方も政策の失敗で40代の後半にしてですねもうリストラになったりとか会社がなくなったりとかね、
こんな事態に陥っちゃって、で菅さんはじめ麻生さんって見てるだけじゃないですか、こうやってね、何のためにその席に座ってるんですかってことなんですよ、ね、でもう一回言いますけども、麻生さんね、子育てが楽しくないっていう人のせいで子育てする人間が少なくて少子高齢化が来てるんだなんて、とんでもない思い違いですよ、こんなの。いや、そんなこと本気で思ってるんだとしたらね、これ誰かに言わされてると思うんですけど、麻生さんぐらいの見識を持った方がね、根っこからこんなこと思ってるわけないと思うんでね、誰かに言わされてるんだと思いますけども、こんなこと本気で考えてるとしたらね、麻生さんもね、即刻ね、その席を降りないとダメですよ。いや、もしくは麻生さんはね、国民を苦しめるためにその席にいるんだったら成功してますよ。だからね、私麻生太郎さんのね、事務所にね、新しい切り口でいくとクレームを入れますからね、今度はね。麻生さんがいる限りこの国は良くならない。だって麻生さんがずっと仕切ってるとデフレが加速していって、で増税をどんどんするわけでしょ。でもっとデフレになっちゃいますよだからね、増税していいことなんて全くないんですよ。あの、税金の適正な分担を私は受け入れてますよ。それはほとんどの国民がそうですよ。税金全く払わずにやっていこうなんて思ってないんですよ。払うのが嫌だけども、でもね、やっぱりなんとか爪に火を灯す思いで払っていって、これが誰かのためになればと思うわけですよ。そういう気持ちは誰にもありますよ。でも全然そうではないですよ。全然そうではない。税金吸い上げて、もう使う先がですね、先の、まあ言ったら悪いですけど、先のない人のところにばっかり行ってるんですよ。ばっかりっていうところがポイントですからね。ご老人の方に使うなって言ってるわけじゃないんですよ。使ってもらっていいんだけども、でもね、若者に全くスズメの涙ほどしか返ってこずに、若者は取られるだけで何もないよねってことになっちゃえば、それは生活行き詰まっちゃいますよ。少なくとも将来に夢とか希望とか持てずに、だから将来に夢とか希望が持てなかったら、そんなところにね、あの、子供を産もうかってことにならないんですよ。だから少子高齢化を本気で思うんだったら、産める年代って限られてるんですよ。まあ10代の後半、20代、30代の前半、このぐらいなんですよ。まあ他にも例外的にはありますけども、主にはこの年代じゃないですか。じゃあこの年代が、この年代しかね、本当20年前後、人生の中で20年ぐらいしか子供を産もうかっていう風な瞬間はないわけですよ。肉体的にも精神的にも意欲的にもね。じゃあその時に何としてもね、子供を産んでもらうために政策をガンとかましていって、あと産んだ後は多少の補助はあっても永遠には面倒見ないですよって、徐々に皆さんの責任でやってくださいよって形にすればいいんですよ。それで生まれた子供ってのは新しい需要と供給を作りますからね、国のまさに宝なわけですよ。富国強兵じゃないですけども、子供が生まれれば生まれるほど将来世代は安定するんです、ね、で子供が生まれなければ、じゃあ今、ね、生まれなければね、将来どうなるんですかと。人がいなくなっちゃうんですよ。でせっかく作ったインフラも使われなくなっちゃうんですよ。全部投資が無駄になるじゃないですか。これこそまずはまさに将来世代のツケなんですよ。だから今作ってる道路とか新幹線とか電気網とかね、光ファイバーとかを30年後50年後も使ってもらった方がいいに決まってるじゃないですか。でも30年50年後は人がいないんで使わないですよ。移民に頼るんですか。じゃあ日本という国の中に、日本っていうで国民以外の人が働いて、その人のために今インフラ作ってるんですか、制度設計してるんですかってことになっちゃうんですよ。まあ麻生さんはね、どっかの国からそういう国にしろっていう指示されてるのかもしれませんけどね、80過ぎて未だにその地位にいるわけですから、特に何の実績もあるわけじゃないんですよ。もう本当麻生さん何の実績もないですからね誰かから見ると実績があるのかもしれないけど、国民は全く評価してないですよ。でこれ麻生太郎事務所のね、受付の方にもちょっともう言っておきたいですけども、麻生さんって本当にいいと思ってます？国民の暮らしが苦しいっていう電話いっぱい来てるでしょうと、ね、それは麻生さんの政策が悪いから、麻生さんだけ一人のせい、麻生さん一人のせい、特別定額給付金5万10万その程度のお金渋るようなね、で自分にはあれでしょ、牛丼食べるわけでしょ、うな丼か、あとこんなね、その上であの発言とか言ってね、本当に国民をバカにしてるっていうか、麻生さん自身がちょっとバカなんじゃないかなと思うぐらいですよね。なんでしょうねこれはね。ということでね、いろいろと勝手なことを言いましたけども、特別定額給付金どころじゃないなと、もうこの国自体がもう終わったなというところですね。もう絶望しか残らないということでございます。ですんで、あの麻生さんはじめね、菅さんもそうですけども、ああいう人たちに当てにしててもしょうがないんで、もう国民自力でねやっていくしかないかなと。国民同士でなんかね協力してなんかをやっていければもういいんじゃないかなってところまで来ちゃいましたね。ただそうは言っても特別定額給付金についてはガンガン押していきますよ。麻生さんがこんなこと言うもんだから、そのネタにね、だから金を出せっていうような論調で電話をかけてメールをしてね、事務所訪問させてもらいますからね、覚悟しておけよ。じゃあ行ってらっしゃい。